Welcome everybody to another YouTube exclusive Danganronpa episode. We are going to be jumping back into the class trial, and we just found out that there may have been some foul play. And I mean that in every sense of the word. Okay, pun time's over. Here we go. そこに鶏が5羽いたのに、事件後には4羽に減ってたんだ。つまり犯人は鶏を殺してその血を使ったってんか。なんつう残酷なことすんだべ。そんなことで生き物を殺すなんてひどいよ。どうせだったら私が食べたのに。犯人がわざわざ現場から血を調達したのは自分が歩き回る姿を目撃されたくなかったからかしら。とにかく実際に鶏が減っていることが今の推理の根拠になるはずよ。だとしても少々引っかかるな。犯人はビニールシートでスプリンクラーをやり過ごし、その後で偽物の血をまいたと言ったな。だが死体の上から血をまいたなら周辺の床にも血が流れてしまうはずだ。あの時の死体は違ったぞ。血で汚れていたのは死体の服だけだった。周辺の床は全く汚れてなかった。確かに周辺の床が全く汚れていないのは変ね。だとしたら犯人はその場で血をまいたんじゃなくて前もって白衣に血を付着させておいたのかもね。前もって白衣に血を。あなたたちが発見した時の死体ってその白衣をちゃんと着ていたの？確か。いや、袖を通していなかった。上から白衣をかけられただけの状態だったよ。じゃあ、これで決まりね。ごめん、話についていけてないんだけど。つまり、殺人が起きたのはスプリンクラーが作動するより前だったのよ。それなのに死体が濡れなかったのは犯人が死体にビニールシートをかぶせたから。そしてその後犯人はビニールシートを回収するのと同時にあらかじめ偽物の血で汚しておいた白衣を死体の上にかけた。犯人はこれら一連の偽装工作を行うことで殺人が起きた時間帯を誤認させようとしたのよ。殺人はスプリンクラーが動く7時30分よりも後に起きたんだって。確かにその方法なら7時30分よりも前に殺人を実行することが可能だな。だけどさ、その偽装工作をするためにはスプリンクラーが終わった後に植物庭園に行かなくちゃいけないよね。大した時間はかからない。え？ビニールシートを回収した後用意しておいた白衣をかけるだけ。大した時間はかからないわ。それはそうかもしれないけど、朝比奈さんは食堂で苗木君と会った後彼と一緒に行動したの。ううん、私は先に体育館に行ってて苗木は後から遅れてきたんだよ。じゃあそのくらいの時間的余裕はあったわね。そんな不可能とは言い切れないはずよ。どうやらキリギリの言う通りのようだ。苗木のアリバイは不十分だ。 And the suspicion falls back on me again. But why? Why is Kyoko trying to entrap me? I don't understand. Nice! Disguise dead body! さてと、振り出しに戻ったな。苗木のアリバイが不十分となると容疑者は苗木とキリギリの二人ということになる。リアルな話、どっちが犯人だべ。よっしゃ、思い切って運に任せっか。2分の1の確率だし。あ、だろう、ナイスアイディアだべ。そうじゃなくて、すごいこと思い出しちゃったんだけど。なんだ、言ってみろ。あのさ、現場に黒焦げになったナイフが落ちてたでしょ。ああ、爆発前の死体に刺さってたやつだべ。モノクマファイルによると腹部から背中までぶっ刺さってたらしいぞ。で、そのナイフがどうした？あのナイフどこかで見た気がしてたんだけど、それを
思い出しちゃったんだよね。Listen, more important, now that we have the knife, what are we going to do with it? We can't let Toko keep it, that's for sure. We don't know what she might do. I don't want it anyway. So what to do? Why don't you hang on to it, Makoto? Me? え、私が苗木に預けたナイフ。うん。驚かないということは、とっくに気づいていたようだな。うん。だったら、なぜ隠していた？隠してたわけじゃないんだ。ただ。I couldn't be sure of what actually happened last night. I thought maybe I really did kill her. 怪しい。怪しすぎるべ。死体に刺さってたナイフがナイギッチのもんだったってことは。こりゃもう間違いねえべ。1200% の確率でナイギッチが犯人だべ。Considering everything up till now, I should be able to make it clear. I have to prove that I didn't murder anyone. I'm not the killer. I don't know about this one. Disguised dead body, exploded body analysis, fragments near the body. Alright, hold on, let's take a look at these. Exploded body analysis. The explosion has burnt the upper half of the body beyond recognition. The upper half of the body remained on fire and had to be extinguished. Because of this, the upper half was soaking wet while the bottom half remained dry. Fragments near. There were bits of charred debris near the body. It should be noted that the bomb which had been removed from the Monokuma in the gym had disappeared. It's hard to imagine these two events are unrelated. The murder took place before the sprinklers turned on. The suspect covered the body with a tarp to prevent it from getting wet. Later, when they removed the tarp, the suspect placed the white jacket on the body. This jacket had been previously treated with blood to make it look like the corpse had been wearing it. I don't even know. I gave the knife to Naegi. It's true, right? That knife was held by Naruto.つまり犯人は苗木っちってことだべ。ナイフを預かってたからってどうして僕が犯人ってことになるの？だってナイフの傷が致命傷だろ。だったら間違いねえべ。おめえがあのナイフでブスリとやったんだ。苗木まこと恐ろしい男に。We already established that the coat was put on the body after the tarp was removedWhich means when the knife was thrust through the coat into the body. あの死体に刺さってたナイフってさ。あ、私が苗木に預けたナイフよ。やっぱりそうだよね。So which one of these said that again? Yeah, I think it's gonna be disguised dead body. あのナイフを、つまり犯人はナイフを預かってたからって、どうして僕が犯人だって、ナイフの傷が違う。BOOM! それは違う。いや、そもそも戦場袋の致命傷はナイフの傷じゃなかったんだ。それはさっきの偽装工作の話でも明らかになったはずだよ。嘘だべ。さっきは致命傷の話なんかしてねえぞ。思い出してよ。さっきの話だとさ、犯人は死体にビニールシートをかぶせた後で血痕付きの白衣を着させたんだよね。つまり被害者があの白衣を着たのは死んだ後ってことになるはずだよ。それがどうしたんだって？だけどさ、僕たちが死体を発見した時はナイフは白衣の上から刺さってたよね。死んだ後に着させられた白衣の上から刺さっていたナイフが致命傷になるわけないんだ。もう同じ箇所を2回刺した可能性はどうなんだ？殺す時と偽装工作の時の2回だ。 The victim was stabbed twice in the same spot? No, there's no way that's possible. The exact condition of the body was written down for everyone to see.Due to the explosion, the victim's identity is unknown. They were, however, dead before the blast.
The victim had been stabbed a single time with a knife, which went completely through the body. They had been struck in the head with an object about as thick as a metal pipe. The body was covered with other wounds, but these were at least several days old. Monokuma file に書いてあったはずだよ。ナイフによる刺し傷は一つだって。そうだった。盛大に忘れてたべ。じゃあ、あのナイフって。あれも犯人の偽装工作だったんだよ。きっと、本当の致命傷に目を向けさせないために、より目立つ傷をでっち上げたんだ。その後、死体が爆破されたのも同じ理由だったはずだよ。あの爆破のせいで死体は激しく損傷し、致命傷が分からなくなってしまった。つまり証拠隠滅、それこそが犯人の目的だったんだよ。死体発見時にナイフの傷を印象付けておき、その後死体を爆破する。そうすることで最初の印象だけを残したまま証拠隠滅を図ったというわけか。あ、ちょっといい？そもそもの話なんだけどさ、結局あの爆発って何だったの？真面目に頭を働かせろ。わざわざ答えるまでもないことだ。知ってんだったら教えてよ。教えてやんべ。おそらく未知の粒子によって体内で核反応が起きて自然発火したんだ。それだけは違う。確実に言えるよ。苗に答えてやれ。話が進まん。There's only one explanation I can think of for the explosion. これだ。爆発の後、死体のそばに小さな破片が落ちてたでしょ。この破片があの爆発の原因だったんだよ。あれ、それってどこかで見たような気が。見覚えがあって当然だよ。だってこの破片はモノクマを解体した時に取り出したあの爆弾の破片なんだからね。じゃあ、あの爆発ってモノクマの爆弾のせいだったんだね。ともかく、これで犯人の目的は明らかになったな。犯人はナイフの傷を致命傷に見せかけることで苗木に容疑がかかるように仕向けていたんだ。そんなことをして得をする人物といえば、もう一人の容疑者であるキリギリ京子。ちょっと待って、戸上君。なんだ、ど、いや、もう少し慎重に話し合った方がいいと思うんだ。被害者の致命傷だってまだ分かってないんでした。そうだね、確かに気になるかも。結局本当の致命傷って何だったのかな。まあいいだろう。では議論を続けるか。どうせ結末には変わりはないんだ。We need to determine what ultimately killed the victim. I need to concentrate. Monokuma File 5. では議論を続けるぞ。被害者の致命傷がはっきりしていないんだったな。あの爆発は致命傷じゃないんだよね。当然だべ。爆発があったのは死んだ後だぞ。ナイフも関係ないのよね。だとすると他に怪しいのと。モノクマファイルによると、そうだ、後頭部に殴られた跡があったんだ。あ、クラップ。しまった。I accidentally contradicted the correct answer. では議論、被害者の致命傷。あの爆発は致命。当然だべ。ナイフも。だとすると。モノクマファイルに。そうだ、後頭部に殴られた跡があったんだ。それ以外にもこの被害者には全身に無数の傷があったらしいぞ。あ、why didn't that hit? It must have not counted the では議論、被害者の致命傷。あの爆発は致命。当然だべ。ナイフも。だとすると。モノクマ、そうだ、後頭部に。それ以外にもこの被害者には全身に無数の傷があったらしいぞ。Oh, come on! We hit the purple thing that time. Alright, one more time. では議論を続く。被害者の致命傷。あの爆発は致命。Man, this mechanic can really use some improvement. ナイフも。だとすると。モノクマ、そうだ、後頭部に。それ以外にもこの被害者には全身に無数の傷があったらしいぞ。
Get... didn't got him? What, you think there's some mistake looking at what I said? Shimatta! It's... that's not true though. The Monokuma file says...では議論を続けるぞ。被害者の致命傷、あの爆発は致命傷じゃ当然だべ。ナイフもだとすると他に怪しいの。モノクマ、そうだ、後頭部に殴られた跡があったんだ。それ以外にもこの被害者には全身に無数の傷があったらしいぞ。 The knife was a cover up and all those other wounds on the body weren't fresh, which only leavesSo we have to get a hit on the back of the head. 被害者の致命傷、あの爆発は致命当然だべ。ナイフもだとするとモノクマ、そうだ、後頭部にそれ以外に全身に無数の傷があったらしいぞ。 Damn. So now you have to get this again. 被害者の致命傷、あの爆発は致命傷当然だべ。爆発があったナイフも関係だとするとモノクマ、そうだ、後頭部に殴られた跡があったんだ。 So can I hit this? それ以外に全身に無数の傷があったらしいぞ。 Oh my... I can't even hit it. I can't even hit it. 議論を被害者の致命傷、あの爆発は致命当然だべ。ナイフも I have two more ideas. モノクマ、そうだ、後頭部に殴られた跡があったんだ。それ以外にもこの被害全身に無数の傷があったらしいぞ。 Okay, there's only one more thing it can be then, I think.We better not mess this up, because that's all we got. Man, really screwing this up. 被害者の致命傷、あの爆発は致命当然だべ。ナイフもだとすると、モノクマファイト、そうだ、後頭部に殴られた跡があったんだ。それ以外に全身に無数の傷があったらしいぞ。 Now you have to wait until the beginning again. では議論を続けるぞ。被害者の致命傷がはっきりしていないんだ。 There it is. それは違う。 Woo!イキサバムクロの致命傷は後頭部の打撃痕だったはずだよ。全身の無数の傷ってのは、あれは事件とは関係ねえのか。モノクマファイルによると、あれは以前からあった古傷らしいんだ。古傷じゃ関係ねえか。では間違いないな。あいつの致命傷は後頭部の殴打だったようだ。じゃあ凶器って。モノクマファイルには鉄パイプ程度の太さの棒状のもので殴られたって。ってことはツルハシだな。どうしてそうなるのよ。ツルハシで殴ったら殴打どころか頭蓋骨粉砕よ。きっとツルハシを逆に持って持ち手の柄の部分で殴ったんだべ。無理よ、重さのバランスが悪いもの。威力のある一撃なんて不可能だわ。なんなら試してあげるわよ。さてはおめえ、間違ったふりして金属の方で殴るつもりだな。その後、あんたの汚い脳みそ取り出して床に叩きつけて唾を吐きかけてやるのよ。気が合うな。わお。合ってるの？凶器ならすでに見つかっているぞ。見つかったんですか。さすがは白夜様。なんだべ、本当の狂気って。ナイギ、答えてやれ。お前にも分かっているはずだ。この The real murder weapon? I actually didn't figure it out. Titanium arrows. Maybe?Could it have been the arrows? That's not a strong enough blunt object, although they might be kind of. I don't really know.Chicken coop chickens? No. The tarp, knife. This is just the timeline. Sprinklers, charred debris. No, no, no.
It could have been a... If it's a titanium arrow, maybe it's so strong that you can actually hit someone over the head with it? I guess it was the arrows. これだ。戦場ムクロの後頭部を殴打した凶器は武道場のロッカーで見つけたジュラルミン製の矢だよ。ジュラルミン製の矢？犯人は。ああ、間違いない。そうなのかな。それっておかしくない？ちょっとあんた、白夜様に口答えなんて100万年早いわよ。だって気になるんだから仕方ないじゃん。I don't blame Hina for doubting it, because there's one more thing about that weapon. One more secret. Huh. Bloody duct tape, woodblock key. 武道場のロッカーにあったジュラルミン製の矢。間違いない。あれが凶器だ。本当にそうなのかな？何を気にしてんだ？だってモノクマファイルには凶器は鉄パイプ程度の太さの棒状のものってあるよ。矢だと細すぎると思うんだけど。白夜様に口答えなんて1億年早いわよ。 Maybe they taped all the arrows together. I thought they taped the person. 武道場のロッカーにあったジュラルミンス、間違いない。本当に何を気に。だってモノクマ凶器は鉄パイプ程度の太さの棒状のものってあるよ。嫌だと細すぎると思うんだけど。 Got him! それは違う。確かに矢だけだと細すぎる。だから犯人はもう一つの凶器を使ったんだ。もう一つの凶器？武道場のロッカーの中には丸められたガムテープもあったんだ。きっと犯人はこのガムテープを使ってジュラルミン製の矢を束ねたんだよ。矢をガムテープで束ねることによって鉄パイプ程度の太さの凶器を作り上げ、それを凶器として使ったんだ。三本の矢の教えと同じね。戦国武将である毛利元就が息子たちに説いた教え。一本では脆い矢も束になれば頑丈になる。そうやって三兄弟に結束を訴えかけたのよ。残酷な話だべ。後悔を聞いてないでしょう。とにかくこれで凶器も分かったはずだ。そしてそれらの凶器を武道場のロッカーに隠した犯人こそがキリギリ教皇。私は武道場なんかに行ってないわよ。いや、お前は間違いなく武道場に行っている。どうして言い切れるの？もちろん証拠があるからだ。そうだよな、苗木。 Yeah, but she didn't have access to her own room. それはん？どうした？まさか犯人をかばうつもりじゃないだろうな。そんなことをしてどうなるか分かってるのか。もしお前がかばった人物が犯人だったら、その先に待っている結末は俺たちの全員の死なんだぞ。 もちろん分かってるよ。だったらお前の手で示してやれ。キリギリが武道場に行った証拠をな。 I have evidence. Evidence that Kyoko went to the dojo. It must be connected to the dojo locker.これだ。キリギリさんが武道場に行った証拠はこの武道場のロッカーの鍵だよ。そんなものがどうして証拠になるの？これがキリギリさんの部屋に落ちてたからだよ。私の部屋に？とぼけても無駄だ。それにこの鍵だけじゃない。アリバイの件も動機の件も苗木に罪をなすりつけるための偽装工作の件も、それらの全てがお前が犯人だと示している。ちょっと待って。またか。お前はどうしてもキリギリをかばいたいらしいな。いやかばうとかそういうことじゃなくて、僕はただキリギリさんに聞かなくちゃいけないことがまだ残っているんだよ。キリギリさん、教えてほしいんだ。昨日の夜、
キリギリさんは僕の部屋にいたよね。あの時何があったの？どうして僕の部屋にいたの？それを教えてほしいんだ。私はあなたを助けただけよ。え？ She was protecting me. But does that mean she knew I was being attacked? And she came to my rescue? Could that be when... Which would mean that Kyoko... She killed someone for me? もういいだろう。無駄話は終わりだ。そろそろ結論を出すぞ。ちょっと待って。間違わないで。私は犯人じゃない。まさか、お前の往生際がそこまで悪いとはな。だけど、私が犯人じゃないってことは、あなたが一番よく知っているはずよ。Uh-oh. そうでしょ。俺がだと？ What? Yakuya should know better than anyone? What does that mean? Uh-oh, ladies and gents. He's always seemed suspicious, but what if he...今のことはどういう意味だ？そのままの意味で、私が犯人じゃないということはあなたが一番よく知っているはず。トガミッチ、なんか隠してんのか？ヤクヤ様が私に隠し事するわけないじゃない。キリギリ、お前が犯人ではない根拠があるとでも言うのか？さっきのあなたたちの推理だと、私は武道場のロッカーに証拠を隠し、その鍵を自分の部屋に置いたらしいわね。本当に私にそんなことができたのかしら。Oh. Yeah. So I have to take her statement about the locker, or about the key, rather. トガミッチ、ヤクヤ様が、キリギリ、あるとでも、さっきのあなた、私は武道場のロッカーにその鍵を自分の部屋に置いたらしいわね。本当に私にそんなことができたのかしら。今の言葉はそのままの意味、私が犯人、あなたが一番。トガミッチ、ヤクヤ様が私に隠し事するわけないじゃない。キリギリ、お前の犯人ではない。ガール、それは違うよ。キリギリさんは自分の部屋には入れなかったはず。自分の部屋に入れなかったってどうし、だってキリギリさんは自分の部屋の鍵を戸上くんに預けたままだったんだよ。そうか、そういうことか。俺がお前の部屋の鍵を持っているということは、鍵を持ってない私は自分の部屋に入ることができない。つまり自分の部屋に武道場の鍵を置くことは不可能だった。そうでしょ。確かにそうなるな。やっと分かってくれたみたいね。 No, that's not actually true. There was a clear contradiction in what Kyoko just told us, an obvious lie. But this just isn't like her. To try and save herself with such a desperate lie. Does she really feel that threatened? Because she's the killer? Or is it something else? Was there some deeper meaning hidden in what Kyoko just said earlier? If you vote for me and I die here, the mystery of this school will stay hidden forever. Which is why I can't let that happen. This is a trap the mastermind has laid for us. The mastermind's trap. The mastermind is trying to trap Kyoko. But what if that's not really true? What can I do? What should I do? What should I... The mastermind's trap? The victim was Mukuro, and Kyoko killed her. What does Kyoko really know?What am I supposed to do? Kyoko's lie. I'm the only one who knows it's a lie. I'm the only one who can expose it. But who can I trust? What am I supposed to do? If you spend all your time trying to avoid danger, you'll never move forward. We know the danger, but if that risk means solving the mystery, we have no choice. Am I wrong? What do I do?I have to decide right here and now whether or not to expose Kyoko's lie. Oh crap. Run away. Because we know why it's not a lie, because Kyoko could get into any room.
personally, I'm more interested in figuring out what's going on with the school. I made my decision. I have to believe in Kyoko. There's no way she would kill someone. There has to be some secret here, something that has to do with the mastermind's trap. How did it happen? No one has a reaction? Do you want to accept the claim of the Kirigiri? That's right. You have to accept it.キリギリの個室に武道場のロッカーの鍵を置いたのはキリギリではなく他の誰かだったということか。でも他の誰かってキリギリッチの部屋の鍵を持ってたのはトガミッチなんだよな。あんた何言ってんのよ。だが俺にはアリバイがある。夜時間以降はお前たちとずっと一緒だったはずだ。植物庭園での殺人もキリギリの部屋に鍵を置くことも俺には不可能だ。じゃあキリギリッチの部屋に武道場の鍵を置いたのって考えられる可能性は一つだけだ。あらかじめ自分が持っていた鍵をあたかもその場で見つけたようなふりをした。それって苗木のことだよね。そうとしか考えられまい。ちょっと待ってよ。そうじゃないって。もう一度考えてみようよ。この事件には何か裏があるはずなんだ。あ、裏？そもそもこの学級裁判自体がおかしいんだよ。みんなだってそう思うでしょ。正体不明だった戦場ムクロが急に死体で現れて、しかもその学級裁判が行われるなんて。それにキリギリさんも言ってただろ、黒幕の罠だって。だからきっとこれは。はい、タイムアップです。時間切れ、学級裁判は終わり。なんだよ時間切れって。どういうこと。タイムアップなんておかしいわ。だって今まで一度もそんなこと。キリギリさんが遅刻したせいだよ。そのせいで時間が押してんの。というわけでそろそろ投票タイムといきましょうか。お前、投票タイム。Nice! I hope we get to spend them. さて、投票の結果黒となるのは誰なのか。ちょっと待てよ。さあ、どうなんだ。What? You think I'm the killer? Sorry, man. Yeah, sorry. It's all your fault. Everyone, you're wrong. You got it all wrong. I didn't do it. Good job, everyone. Good job. Yeah, they got it right. No, that's not true. None of this makes any sense. The whole trial doesn't make any sense.It makes perfect sense! It's the same as always. It's just like all the other class trials, and I'm gonna end it the same way. It's time for your heart pounding, positively thrilling punishment! Wait, why do I. Kyoko? You're just a moral to a woman, I will. Subet, what does not take in the car? Kyoko? Whoa.
げ。はあ、What's this? What's going on? Hey, was that? Yeah, it had to be. これは Alter ego. Alter ego? Is this some stupid virus from that stupid guy? He must have planted it when he invaded my network. Damn it all to hell, I don't believe this. どうやら Seems you finally made a miscalculation. No, you miscalculated from the very beginning. なんだよ。What was that? What I'm saying is, you shouldn't have underestimated us. Huh? Why are you talking like you've already won? I barely felt a thing. It was a pinch, an itch. The stupid virus is gone now, got it? And so is Makoto. Maybe I didn't get to smash him flat, but you're never gonna see him again. To waste away in a garbage-strewn pit. In a way, that's even better special punishment. But it's still not enough. I'm not satisfied. I'm gonna bring despair to the rest of you. Bring despair to the entire world. Is he gone? Hey, Kyoko, what's the meaning of all this? Just what the hell is going on? 落ち着いて。 It's okay. We're not the ones being trapped this time. Huh? つまり。 Now it's the mastermind that's ensnared. なんだと? What are you talking about?それは… You'll understand soon enough. Very soon indeed. It's a creepy thing to say. The massive high school towers over all the other buildings in this bustling urban area. It's like the school stands at the center of the entire world. Hope's Peak Academy. It brings in top students from every field imaginable. A government-funded school of privilege. They say that if you come here and manage to graduate, you'll be set for life. With hundreds of years of tradition,It sends the cream of the crop into the workforce every year. It was built to raise hope in the nation's future, which makes Hope's Peak a pretty fitting name. There are two things you need to attend this school. One, you have to already be attending high school. Two, you have to be the very best at what you do. No ordinary student could enroll here. The only way in is if you're scouted by the school itself.And standing there at the gate of the ultimate school filled with the ultimate students was me. What? Where am I? I woke up with my head resting on top of a hard wooden desk. My body felt heavy. It wouldn't be weird for me to zonk off in the middle of some boring class or whatever, but what was I doing asleep here just now?It wasn't any classroom I'd ever been in before. What the heck is going on? Finally, I could finally feel my mind and body start to come back together again. And then, I was awake. Or was that just another dream? A dream inside a hopeless nightmare. No, this isn't a dream. I could tell because the stench invading my nostrils was too powerful for a dream. What an awful smell.I was in a vast dark cavern with the barest hint of light seeping in. Trash was piled high all across the area. This must be some kind of underground garbage pit. A heck of a situation to find myself in. But that was just the beginning of my problems. Was I going to be stuck in there till I wasted away and died? No, I can't let that happen. Not after what my good friend went through to save me. I remembered all too well what happened. Alter Ego saved me, and he used up the last little bit of his strength to do it.So I can't give up now. For myself and for my friend. And with that, my pursuit of survival began. First up was to start looking for a way out of there. I wonder where it could be. Although guys, I am very, very excited to find out what the heck is going on. That is going to do it for this Danganronpa episode today. Thank you everybody for joining. What a twist, huh? We were the guilty party this time, but also not the guilty party? I don't know. Anyway,Make sure you're subscribed on the YouTube channel if you want to see more of this stuff. They come out 4 times a week, every Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday, and I'll see you guys next time. Thank you for watching. Bye-bye.